静電気の話なんですが、ターンテーブルにレコードを載せた時にシャフトにレコードが入りにくい場合ってあるんですけれども、こういうレコードをこう演奏終わって持ち上げた時にパチパチっとこう静電気が鳴りやすいように感じています。その場合、こう棒などを使ってちょっとだけこう穴を広げてあげるとスポッと入りますよね。この状態になると帯電が少なく感じております。あと友達の勧めで使ってるんですが、イオナイザーといってマイナスイオンをこうファンで送り出す装置なんですけれども、これをカートリッジや盤面に向けることによって、カートリッジ、針の摩擦による静電気を軽減することができると思います。これは前にも紹介しましたが、ユキメの除電ブラシで演奏前も演奏後も必ず使用しております。最後にスリーブの話なんですけども、ビニールのスリーブは破棄して紙のスリーブに変えています。やはり静電気がこう起こりにくい傾向にあると思います。またよろしくお願いします。